本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。小竜さんです。本日は、シャローズ・ハサガのシーズン、第7話を視聴して、リアクションを収録していきたいと思います。よろしくお願いします。では、いきます。3、2、1、5。これどこだろうこれが、あ、えこれあの時の、あの、一夜をすごい長くやるんですね。 別の日じゃないですよね。はい。うんうん。あ、本当に今度日か。うん。だってこの後の何日かの翌日はい。の話ありましたよね。他の、はい。他の顔ぶれが何をされるのかか。我々の一方、はい。はい。うん。ルイズ様のこれがな。うん。どのぐらい、 うん、本心というか、多分だけど、はい。この直後の、一方その頃、ペュリック様と、ルイズ様はどうされたのかをやるんですかね。っていうのも今回のサムネが、ルーさんなんですよね。まあなんかあるんでしょうね。我々が、えー、っと、翌日はね、うん。やりまして、一方、えー、 こっちでもいろいろありましたけど、やっぱりジョン様が前回を呼び出されたのは何だったのかで、終わってるので、そっちを描く前に、まあ、また引きますね。わかりませんけどね、今回出んのかってことは、当然、他の皆さんも、同期の皆さんも、黙って座ってらっしゃるわけないですから、何かされたんでしょう。何ですかね。 もしかしたら、あの、今回の個別捜査じゃない、んいいのか。今回は個別捜査。前回呼び出されたジョーン様もそうですし、それに先立って、もしかしたら、ペーチュリック様とルイズ様にも、お前らも捜査しろよ、という、実に、えー、ありがたいお達しがあるんですかね。自分らでやれよっていうね、話なんですけどね。別に俺ら困んないけどね。コーヒー割られようがないんでしょうがさ。困るの欲しいつきでしょ。 もうちょっとその自分たちの立場っていうのをてほしいんですよね。全然協力的じゃないし、捜査中だって分かって、お前らが目指した捜査中だって分かってるくせに、エミリコにコーヒー飲ませようとしたりとか、実際飲ませたりとか、邪魔しないでほしいんですよね。ただそれが邪魔にならないと思ってる。ほうはい。何おあやっぱそうなんあ、でもこれはケイト様。はい。これはケイト様のか、はい。 はは、<laughs> 終わったんですかいいっすけどね。うん。なんか、わか、はい、ワクワクされて。うん。はい。誰に、まずは。あー、なんか、お呼ばれって、今季になってからね、これまで出てこなかったお呼ばれが、おおこの人知ってる。全、前回か、全然前回。おおやっぱり、おかげさまと同じところに、リボンの飾りが、はい。 ああ、顔にやらせるんだ。えああ、あれが効くんすかへえ。あの、目までハートの形になっ、はい。素晴らー、はい。<laughs> これか、サムネ。はい、あ。まあ、いいんじゃないですか。なんで三角形なんすか 飛びしてんのは分かんないあ,あハートねはい全 <laughs> …あーはいいろいろですね素晴らしいですねはいよかったですね大概のえ調査結果をへえあんな表だってどんどん聞いていちゃってだ…ク <laughs> マできてんじゃんうん あんなに無理してるさんが我慢されてるのなかなかちょっと意外。うん。あは、はい。うん。あの人はちょっと違う美容、はい。そうですね。ちょっと今美容に良くない疲れが出てますけどね。ルイズ様、ルイズ様、人形、あなたの顔がちょっと疲れてるんですよ。多分。 なん、おだいぶ無理するんだな傷はついてないっす。うん。わかんないっすかね、ルイズ様。あんまりご覧になってないのかなあんなに、ご自身の顔にご就心。おおマリーローズ様、はい。久々ですね、マリーローズ様。どうされてましたうん。すごい、まあ、これは、 ね、ローズマリーさんが、まだ、最高の治療を受けてらっしゃる。うん。うん、うん、うん。うん。うん。顔のないシャドウはい、はあ。うん、これ、うん。はあ、そうなんだ。えっ、ー、と、はあ、そうなんですか 誰かから聞いてるんですね。お呼ばれ済みのクリストファー様かな。うん。うん、えまたお披露目あ。あ悪いっすよ。<laughs> 今更っすか。うん。クリストファー様。はあ。そうですか。はい。<っ>えはい。そうでした やっぱそれが大人になるってことなんだ。なるほど。子供は子供の。5だって、お披露目受かったら大人。う、は、ん、あ。そうですね。ありがとうございました。ルーズ様なんか、お礼かなんか。はい。これは、普段、あのー、 ローズマリーさんを、すす運びさしたりして、こびりつき運びの、なんかさしたりして、酷使されてるってことを、クアンデラスだいぶですね。ルーさんあんな無理されるんですね。まあ、そっか、うん。本当におかげさまに対しては、お、ベンさんとベンジャミン様だな。この辺ちょっと怖いんですよね。星つきとはいえ、 すごくなんか我々、子供の党の、ただのおかげさま方には厳しそうというか、いう感じするんですよね。今、はぁ、あ。はい。おーおーおーおおあ、へ、え、ぇ、ー。あーあん時にクリストファーはい。 様のお名前を聞かれて、うん。<laughs> お願いします、ルイズ様。それで鍵、鍵あ,あ、そうなんですかはい。星付きの皆さんは今相当いらだってらっしゃるでしょうし。はぁ、あ。なんかしました。筋トレ。<laughs> 面白い笑い方されますね、ルイズ様。はい。 曲式これあれでしょあの、俺あやっぱりね、オリバー様ね、だと思ったんだよな。だから大体の機械、うん。わかん、なんすかね、ルイズ様、これちょっと、謎だな。うん。なんかタイがある感じがするんだよな。おう星付きと、お呼ばれと、大人と、うん。 これちょっと言いたくないのかな星付きはお呼ばれされないのかうん。ほう。まあちょっと、はい。何をですか何を守られるんですか子供の塔を全部守るんですかああ、なる、おお。ありがとうございます。ベンジャミン様。外、うん。うん。 あ、へえ。星付きってなりたくてなるんじゃないんだ。あんま目指してないんだ。そう、必ずしも目指され、ルーさん大丈夫っすかうん。うん。はーい。はい。あ、は、いい、ありがとうございます。うん。ねベンジャミン様が気づかれる、お化粧じゃないんすよ。疲れです。 体調不良です。はい。<laughs> そうっすね。よく眠れますしね。はい。あ、まじっすかまあでもやんないよりですよね。これはちょっとケイト様にも必要。ああ、はい。まあいいんじゃないですかうん。結構できるな。うん。あのぐらいでも、ルイ、そうですよ。ルイズ様なんじゃないですかあなたが、ご自身、 うん。そうなん。この辺本当に分かってないですかねルイズ様。うん。はい。ありがとうございます、ベンジャミン様。なんかすごいいろいろ、世話焼いて、うん、そうそう、このぐらいの人全、うん、普通、普通、疲れるもんなんですよ。疲れる。 そんなことをおっしゃって大丈夫なんですかはいあ。ありがとうございますですけど、そんな結構危ないんじゃないかな。余計なことをおっしゃらない方がいいんじゃないですかベンジャミン。はい。意外だな、ベンジャミン様。あんな感じか。ちょっとやっぱり、これまで印象が、うん。ほう。これまで印象付けられたのは、 すごく断片的な情報からだけだったからな。やっぱりそうすると。はい疲れてるんですよ。ご覧になら、はい。そのご自慢の顔をよくご覧、はい。あそうなん、あ、あ <laughs>、そうなん、そうなんですね。初めて、おー初めてルーさんも、 無理すんのをやめて、正直に疲れた、疲れたって言いましたし、フルーズ様は <laughs>、言わないとわかんないは。ん誰にすかどこでですかどういう状況ではい。はい。頼もしい、でございますね。ああ、なるほど、なるほどと。ああ、いいっすね。本当にね。 リッキー。うん。うん。またはい。前回の今回のまた次のはい。は。はい。<笑><笑>ムカむかつく。むかつくけど正しい。はい、そうですね。この、 ウィリアムウィリアム様はい。本当ですね。ふムカつくけど。ウィリアム様は、この方レベッカとシンシア様はい。ウィリアム様、ヘンリー様。レベッカと。そうですね。ま、あこれは、勝者の混乱。うん。うーん。っていうことなんでしょうね。はい。 そういうことなんでしょうね。でしょうね。いちいちね。もうごもっともございますわ。こういう体、はい。うん。はい。え知られてないんすかこう。おう。バラバラ様が、そんな最年長。治るああ、ロズマ。 うん。はあ、そうなんだ。<laughs> すーごい、見下してる。うん。わかるわ。うん。現状に安住する方ばかり考えてる。うん。楽したい。考えたくない。努力したくない。不安を感じたくない。うん。はい。うんうん。ほう、うん。どうされました えなんでいつこれ。あの、あ、怒られたっすかはい。何怒られるんですかえなんか怒られることしましたっけはい。ええー、なんで誰に主に誰がご立腹でございますかうん。ああ、そんなもん事前に言っといてくださいよ。はい。うん。 はい。ああ、別にいいんじゃないですか。そんぐらい。なんか、壁直したり、掃除したり、たい。え呼ばれにくいですかそんなこと。付けられてますよ。我々は、全員。だし、ちょっと関わりたくないですよね。この、ご組。だってさ、まあ、そうかもしんないですけど、あ、そういうこと。 ほーん。ちょっと、これは、うん。あのー、うん。べ、どうでもいいです。すげえ、超どうでもいいです。聞いてませんエブリン様はい。イブさんとのご主従旧ご飯のはい。これちょっとやっぱ共産主義国っぽいですよね、そうか。まあ当たり前か。全、は <laughs> っ ヘアトリック様一番興味あるの今それですかま、あしょうがないですよね。おお久々、サラ様。はい。ああ。光栄はございます。なぜそんなことがおわかりではい。はーい、わかりました。あそうなんだ。婚約だけは。うん、いいんじゃないですか別に。なぜ、いや、全部管理する 管理社会だからでしょ。うん。はい。わかりました。ありがとうございます。ですね。サラ様、ちょっとお聞きというか知りたいことがあるんですよね。た <laughs> きまでいっち。みやさんがいらっしゃい間どうされてましたちょっと。うん。 誰を狙ってらっしゃるそうですよ。うん、リッキー素晴らしい。仲間何の仲間はい。<laughs> すごい顔。すごい声。うん。まあ、この辺の感覚はね、我々ちょっと、うん。 経験上ね。皆さんと感覚違うん、どうすか、リッキーさん。ちょっと思い当たるし、<laughs> その声、その声どうしたうん。うん。うもらいましたからね。箱の中で。<laughs> あのー、真っ暗な箱の、おこれあの時の王室ですか誰かさんがまた、あのー、 柵の上に登って危ないことをしていた。あの時からサーカス団員のマーガレット様。はい。へぇマーガレット様はい。わかりませんけど。鼻のマーガレット。はい。これ、へぇはい。顔はメグさんですか はい、すごいえあそうなんだうーわー怖恨みは買うもんじゃないっすねあそこまで思われてんのじゃあこの人達だってあの状況でなんかしてたかもしんないじゃないですか はい。ちょっとした。はい。ちょっとね、これ、シャーリー様思い出す。はい、ありがとうございます。恐ろしい。えはい。すごく、なんか、あんまり、友達というか、話し相手が、お近づきましたっけはい、ありがとう、さ、はい。このお花なん、え、すごい、はい。すごい、なんか、 <laughs> 怖<ー>い <laughs>。怖いよ。おー顔の名前分かんなかったし。うん。そうですね。間違いないですね,うね <laughs> う。うん。脱落ね。どううん。うわ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 わ。怖っやっぱあの双子って恨まれてんだなうん。 初対面の人であんな直球でいなくなればいいのにって言われるとわる。うん、はい。はい。はい。ルイズ様えお前がルーさんと近づきになりただけじゃないの違うのいいけどね、別に。うん。これ、<laughs> 自分の <laughs>、自分のために導いてないよね。おかげさまをさ、別にいいけどね。 はい。そうなんですよ。エミリコなんですよ。ね。うん。おーあの石。ダメらしいっすよ。うん。顔になあそんな特別な思い入れを開かれるなんて。うん。エミリコって顔の名前呼ばれるの、ね、ってすごいですよね。 この状況でね。この、この世界でね。はい。あ、そこまでですかこの、はいえ。えそんなはっきりこらやかなことになったな。うん <laughs>。まず、リッキーさんに謝るっていうね。うん。まあ別に、はい。 無理はされなくていいんじゃないですかいけないんですかなんか。人形だと。まあそれはいけないのかうーんなるほど。まあなんかその。ジョン様が呼び出されて何食らうんだろうと思っていたのはなんか意外とねあっさりというか。 脇の方からゆっくり入ってこられて怒られたっておっしゃってましてまあそんな大したことなくてよかったですねっていう感じですけどなんか変なところで捕まりまますね、まあそれがこの館だしやっぱり管理社会だし全体主義体制をまあ維持するためにはちょっとでも反乱の目をね早いうちに積んでおかないといけないんだなーっていうことを また、改めて感じましたし、いやーでもやっぱ今回、うーん。一番怖かったのは、マラガレット様ね。顔はやっぱり、メグさんですかわかりませんけど。あ、そうだ、声優さん見ればよかった。覚えておいて。うーん。で、やっぱり、冒頭でね、予想した通り、一方その頃我々の同期、お二組はどうされてんのか、 が描かれて、ふ、うんふんふ、うん。ルイズ様とルーさんと、ペチュリック様とリッキーさんの出番はしばらくね、全然なかったっすもんね。あと他にも、おおシープロールとか、はい。そうですね。特に生き様にはな。うん。この曲芸師にあんな惚れられるとは思わなかったぜ。うん。おお、え そうなんですか捜査の方は、どう、うん。はい。そんなに、ですかそんな改めて。え誰,誰誰誰誰はい。救急だな。救、えあ、二人か。双子か。ああ、ああ、ああ、ああ。さあ、これなんだよな。うん。 だな。なるほどね。うん。このままだと死んでしまうな。という状況で。おお、わかるんですかまあ、わかんないかもしんないですけど、大きな議題になる。うん。なるほどね。今回本当に最後の最後で、このままだと二人、双子の二人は、つまり泳ったりは死んでしまうな。というところを、最後に垣間見せといて、二人の無実をね、 明かさなないいいととととと殺しににすることになるここうう状況だということですねでまあねその今回の中盤でねやっぱりショーリー様は思い出すですけどああいう言葉少なにでおとなしく打ちきそうな方なんですけどかといって誰かに対して呪相を持っていないかっていうとそんなことはないというね必ずしも。問い恐ろしいくだりありましたしこれはちょっと。 ペトリック様後で面倒なことにならなきゃいいですけどね。初対面であそこまで、この多分貴重な話し相手、口を聞いてくれる相手のペトリック様を捕まえて話すまいとされてる、あの、マラガレット様の様子、ちょっと怖いものありましたよね。ストーカー化しそうだわ。その直後でね、ペトリック様が、一気人形をおかげさまから分離して、一つの人格として、まあこれはね、我々同期の親方から見れば悪兵器なんですけど、 しょうがないですけど、経験上ね、そういう観点が身についてますんで、おかげさまと顔を分離して、顔の方によもや惚れようとは、ペアチリック様、というね、くだりありましたし、それがどっかで、その、ペアチリックには好きな人がいるんだわ、みたいなことが、マーガレット様に分かって、私のものにならないのなら、みたいな展開がね <laughs>、ありそうなぐらい、あの、マーガレット様の闇深かったし、どんだけ恨まれてんだ、あの双子。 せっかくすすかおくりになったのに、このままいなくなってくれればいいな。ああ、まあそのぐらい。やっぱ日頃の行いって大事ですよね。人望。ってことは、まあすごい安直なんですけど、双子を貶めたいという動機は、あんなところにいらっしゃる主従でも持たれてるから、動機だけで言うと全然存じ上げない方が持たれてて、あのコーヒー割りは共同防御かもしれない。 いうね、今回マリー・ローズ様が顔を大事にしろとおっしゃったのはやっぱりローズマリーさんをこびりつき運びの道具に多分これはそのためにローズマリーさんも相当ねそういうお役目の時は確保されるんでしょうけどそういう辛いことをさせてるという後ろめたさから他の主人に対しては顔を大事にしてやってくれとああいう心遣いになるでしょう。ってことはやっぱりローブ様の正体は字がわかんのかわかりませんけど。 やっぱりこれは前回でしたっけご紹介したマリー・ローズが怪しいっていう方は多分正解で、えこびりつきの核を作る、こびりつきをその核に寄せ集めて、ローズマリーさんの体に憑依させて、大広間に持ち込ませ、それが集合する核を作って亡霊化させる、ファントムまで成長させるっていう能力をマリー・ローズ様は持ってて、亡霊騒ぎの方。 ファントメイヘムの方は、ローブ様こと、おそらく、マリー・ローズ様の仕業。で、それと打ち合わせはできていたのかわかりませんけど、それに乗じて、コーヒー割ったのは別のおかげさまで、割ったというか割らせたのは別のおかげさまで、それは能力さえあれば、動機はどこの誰が持ってるかわからんぞということか。ってことは、共同防御の可能性の方が高い。ローブ様、今のところ、マリー・ローズ様の可能性が高い。 が、両方を起こしたんじゃなく、別々か、共犯者がいるかな。わかんないっすね。コーヒー割りの方だけ全然わかんないっすよね。うん。でも、そこですね。大きいところは。まあでも、今回も結構ね、いろいろわかったというか、いろんな方の意外な面見えましたし、いろんな変化もありましたし、あと館の起きとかね。うん、そうなってるのね、っていうね。 とはいえ、双子を見殺しにするわけにはいかんと、どのぐらいケイト様が思われるかやっぱり星月が星月でいられるかどうか、ほぼイコール生きていられるかどうかがケイト様の総形にかかってるんですけど、あの双子主従の運命もケイト様の総形にかかってるし、ってことですね。うん。結構重いっすね。でも、やっぱ解決できたらでかいっすよね。誰のおかげでお前ら今生きてやられるんだそんなことおっしゃらないでしょうけど、でもこれはね、 ちょっとわきまえといてほしいですよね。ご自分たちの立場をさ。で、まあそれは、ケイト様の今後のお役目と、もし解決できたら、ですけど、成果は大きいんですけど、ただ、真相究明解決イコール、我々にとっていいことかどうか。多分だけどそうすると、マリオローズ様とコーヒー割らせた犯人は、処分でしょってことになってしまうと分かった時に、ケイト様もそうですし、ブラバラ様がね、 相当悩まれるんじゃないか同期で特別な絆のあるマリー・ローズが処分されるという結果をもたらす報告を、あの、誰かさんにあげなきゃいけないとなった時、どうされるかな身代わりはいないし、下手すとご自身が処分を受けるとかなんとかその辺でまたね、悲しいことになりそうだし、どっちにしても相当苦しい 立場に置かれるのを見なければいけないのは、今からちょっと心苦しいことがありますけど、まあわかんないっすわ。なんか、意外とあっさり、円満ではないにしろ、最悪の事態は避ける解決とかね、あるかもしれませんしね、とかね、まあ他にも振り返れば、またいろいろあると思いますけど、ちょっと一回声優さんだけ確認して、また前回から今回までの間にいろいろありましたので、そちらのご紹介に行って、で、また本編振り返っていきましょう。声優さんね、わかんないですけど、 ああいう大人しい声で、すごい、内気な声だと、うん、下もしのさんとかね。私が存じ上げてる。キャラ。あとは、森下千咲さんとか、ですけどね。あれなんですよね。政治 d c t の主人公って結構、やっぱ、エアーヘッドで、バカ元気グルーって呼ばれることが多い。人が多いんでね。わかんないですわ。確認しましょう。田和田美咲さん初めてじゃないですか。私。あとは、そうですね。久々の大久保る美さんね。 田和田美咲さん確認します怖かったっすね。本当に。ヤンデレとか言われてんだろうな。多分えー、あれ、ウィキペーディアはないのかな。なえええタワダミサキさんじゃないんだわ。ワタダえは、ー、ぁ。ワタダさんだ。これ日本人特有の驚きでしょ。これ初見パッと見で、ワタダって読める人いないでしょ。絶対タワダさんって空目するわ。はい、あ。えー。 えー、ご出演作は、で、私がわかる。組長娘で主役級ですね。あとは、うん。やっぱり存じ上げないですね。この作品で初めて、うん。はあじゃあわかんないわな見事に。まあ、知ってる作品はね、ありますけどね。これで誰っていうのはわからんな。なるほど。わかりました。タワダさんじゃない。ワタダさんね。これ絶対わからんわ。で、えー、前回から今回までの間にありました。えー、まず、 私はね、こういうネタが本当に大好物なんですけど、翻訳字幕ネタでございます。商人ですね。あれはね、やりますね。商運とコミッション r マ h チャンツをかけて、コミッション a マ t チャンツ。え i、ー、コミッション d っていうのは委託販売業者みたいな感じです。 原文では単に商人としかなってないんで、ちょっと違ってるんですけど、かなり近い意味の単語で書けてる頑張ったダジャレの翻訳です。お疲れ様でございました。というね。この作品結構ね、ああいう、もうほんと親父ギャグのかっていうぐらいのギャグをね、やってきますんでね。あの、オリバー様のドラえもん風の発明の紹介の仕方とか、まあ、発明品なんで、どしかしたらキテレス大百科かもしれないですけど、 あれはね、ランダムラボプロダクションさんのエックスクリーグさんが、だったか、お二人だったかが、気づかれてましたね。今のドラえもんかっていうね。そう、インドネシアではね、ドラえもん結構有名で、よくエックスクリーグさんのお話には出てきます。というか、ドラえもんネタがアニメでは多いんで、そのたびに反応は結構あります。という字幕ですね。うん。まあ、すごくいいんじゃないですか。で、ニコニコ動画の方で、コメント、ニコニコ広告いただいております。ありがとうございます。毎回本当に。そちら拝見していきます。 まず冒頭でウポスと、毎回ね、いただきまして、ありがとうございます。えー、ああ、これね、そう。これが未だにわかんないんですよね。どうにでもなるような感じもするし、もっと限定された能力を、複数のおかげさまが組み合わせて、か。そこはまあ、ケイト様、単純操作、ダンスの足取り、羽、ロープ、も、<laughs> エド様、楽風生成、音符合図、編成、嫌な音、うん。 もう複数使ってるとも言えますし。まあそうなんすよね。確かにね、あの、エドワルドさんのあの能力はちょっとね、確かに広いですよね。ススの形状操作までね、できるっていうのは関係ないですけど、あの、やっぱり今回もね、ちょっと元気ありましたけど、特別な生き人形だし、内面の剣でね、ちょっと一気の後半あたりから、あ、この人って、ね、顔が、 逆乗っ取りしてしまったのか、本当に完全におかげさまに乗っ取られてんのかわかんないですけど、前者だとして、完全に人間のままで、多分だけどそれは、コーヒーによる洗脳もあるかもしれないですけど、やっぱり教育によって自分は生き人形だと、ここのそっから信じてる生き人形で、要は人間で、だから周りもそうで、ケイト様とは真逆で、全然その、このや方の真実というか、 生き人形というのは人間だということに気づいていないというか、そんな発想すらないぐらい純粋に親方の作り出したあの世界観、おとぎ話を信じ込んでるから、一気の時にあった意見で、あいつだけは絶対許せないと、リッキーを殺そうとしたからなんですけど、エドウズさんの中では、やっぱり人形だから、誰かを殺すところだったっていう意識ないんじゃないですかっていうのをね、たびたび思うんですよね。あの人のことを思い出すたびに。ただ、それが他の、 誰とも違ってる特別な生き人形たるゆえんだし、あの人にとってはやっぱり生き人形は本当に人形なんじゃないですか。作り物であってっていうね。というぐらいのあの人の世界観なんじゃないかっていうことをね。ちょっとここでなんか急にね、思い出すものがありました。で、戻りまして、うん。ケイト様の翼は雲でみたいな肉体連生能力。遠隔物理を自分に使っただけで同じ能力。多分ですけど、私の今のところの感覚ですと、 ケイト様の能力って、総じて言えば、身体拡張能力なんじゃないですか。遠隔操作っていうのも、ご自身の体を伸ばして、あってらっしゃいますし、で、体から離れたすすも、離れた瞬間までに折り込んどいた命令通りに動き続けるんじゃないかなとね。だから、そう、先ほどのね、単純操作、ダンスの足取り、うん。多分だけど、その、体そのものが、かなり自由に、 拡張できるし、変形もできるし、なんじゃないですか。これはやっぱりシャドウの皆さんの特性ですよね。人間にはできない。だと今のところ思っております。リオナさんの公式 YouTube MB で自動生成ではない英語字幕の表示が可能になってますね。ありがとうございます。これですね。一番いいのはね、うん。これ、後でご紹介しておきますわ。アイクさんの方に。これいいっすね。もうご存知かもしれないですけどね。でも一応、お知らせはしておきますわ。見た感じ、ちょっとあのー、アニメに出てくる 字幕とは違うみたいですけど。まあでもこれが公式なんですからね。うん。なんならアニメより公式かもしれん。曲専用の字幕ですからね。ありがとうございます。と、ググったらアンソニー・ J ・クリストファーという監督が出てくるが、映画のタイトルが偶然とは思えないものだった。どうすっかなぁ。ググるかぁ。いや、まだ怖いなぁ。もうちょっと進んで、えー、例えばですけど、アンソニー様アンソニーさんが、 どんな方かわかるあの、その主従なのか、全然別の、やっぱりケイト様の最初のご推測通り、もう一人の星付きとか、ただ怪しいですよね。この情報からだけでも、やっぱり、おかげさまクリストフラー様と、その生き人形、アンストリーさんなんじゃないかな。だって誰もね、怪しいですもんね。ここまで一切、その生き人形、その顔の名前を、誰も言わないですもんね。まあ普段から言わないですけど、ほとんどの人は。 ペイトリック様と違ってですけど、ここまで誰も言及しないの怪しい。だから、やっぱりこれはオリバー様の口から言われたことに意味があって、おかげさまだったら、おかげさまの、他のおかげさまの名前も、生き人形の名前も呼び捨てですもんね。うんうん。だからわかんないです、我々には。あれが生き人形から言われてればね、クリストファー様とアンソニーってね、なったはずなんで、あれがわかんないようになってるのも怪しいですし、多分そうなんでしょう。ググるのは、 わかんないですけど、どっかでクリストフラー様がどうなったのかと、アンソニー様なのか、アンソニーさんっていう生き人形なのかが分かったらとか、なんか大きいその進展があったらにします。なんかね、ネタバレとかあったら怖いですし、とりあえずこのコメントをいつものメモに残しておき、いつの日かググらしていただきましょう。ありがとうございます。なるほどなるほど。そういうことか。うん。ってことはあれですかね。 エミリコがタイタニックの真似をしたときに、あれを映画タイタニックでやった女優さんの名前がケイツさんだったのは意図的なのかとかね。相馬頭先生。映画がお好きなんですかね。わかりませんけどね。というコメントをいただきました。日本に広告も毎回ね、いただきまして、ありがとうございます。で、海外の反応ですね。リアクションは J さん、AX さん、JUN さん、ラン n d ランボ a m ダクションさん。まあ、顔ぶれも 変わりませんし、やっぱりアイクさんの方が一番面白いというか、うん。私はこういうのが拝見したくて、リアクション動画をね、あさってますんでね、本当にアイクさんのリアクション動画毎回楽しみですけど、前回も本当よかったですわ。今回の7話のリアクション動画で、イングリッシュサブタイロー付きの MV がありますよっていうことをお知らせしようと思いますけど、前回くしくもですね、エンディングには元及あったんですよね。えー、I need to listen to this song. Of this one フルで弾かないといけないねってね、おっしゃってまして、エンディングもね、いろいろ考えながらご覧になってますし、さあ今回ね、コメントで教えていただいた動画をご紹介しますが、今回も楽しみですけどね。あとやっぱり、アイクさんの長さ、いいっすね。うん。本編はね、すごい編集していて、10分ぐらいなんですけど、その後の感想考察がすごい長くてね、私にとっては本当にありがたいです。で、ディスカッションです。うん。結構多方面に渡ります。 屋上での場面に8分が費やされ。<laughs> 8分が費やされ。細かいですね。より多くのやり取りや手明かり。後々の謎が形成されるのも見ることができたのだから、これは素晴らしい選択だったと思う。あ、シェイト。エミリゴがまたコーヒーを飲んでしまった。精神を乗っ取ったのが本物のやつじゃなくてよかった。ジョーンとジェレマイアの場面もかなり興味深かった。コビリッツ・キーズとファントームズについての情報が増えたね。スクロルチーズじゃなくて。 ジョンが実質的に歩くミームになったのは挨拶だろう得ない。うん。ジョン様突っ込みがすごくね、鋭いし、2期は本当にジョン様劇場ですよ。コメディーですけどね。まあこれがね、一気の時みたいな、セリアスな、またご活躍の場とかあるかもしれませんけど、全体として推理、操作が盛りだくさん。そして、ケイトとショーンはいつも通り頭脳派で、いいエピソードだった。屋上での場面は、やすやすと私のお気に入りの部分になった。ショーンとエミリコの間の会話は、 実に特別だった。という方への返信で <laughs>、また長文だから、あ、この人と思ったんですけど、本当にそうだったね。あのようなことについて考える。それらに関して、開放的で自由な会話を好きなようにすることさえも、いかに近畿であるかという感覚から、彼らはその場に行ってきたんだと信じられる。類の話題で大変に満たされていた。このエピソード全体には、 登場人物が知的で分析的な人々のように感じられ、全く自然な方法で自分たちの状況に対応し考えているようなそんな色調がほんの少しあった。そんなものを引き出し、特に結論の当てもない会話を実に魅力的にし続けたがゆえに、私にとって今シーズン最高の脚本のエピソードの一つだ。知性といえば、エミリコがいかに知性的かの本当に好ましく正確な披露にもなっていたと思う。彼女は考察の指導者でもあるから、規制概念にとらわれずに考え。これがね。 See things out of the box. 箱から飛び出して考える。はあ、自分のひらめきで会話を先導していくのだから、普段我々は彼女が行動を通じて示すのを見るだけなので、あまり考えていないように見える。でも彼女は哲学的で想像力豊かで、思いついたことをどんどん実行に移していく。まずはバカバカしいことでもたくさん考え出そうとしないと、いつまでも新しい何かは思いつかない。という、この文体はあの人でしょう。と思っていたら、アロットマ・ローツさんね。この人は何なんだ 小説家なんかぽいぐらいすごいっすよね。ちょっと楽しみになってますわ。私最近この人の文章。翻訳大変っすけどね。え、ぐい、またそのさ、かかり結びのさ、遠さとかさ。ま、あいいや。えー、<laughs> ジョン様ね。ジョンは最近何か、賞賛に値することをしたっけそれはどうだろうね。うん。これはね、あの、字幕では、愛の代わりに、一人称ね、の代わりに、名前を必ず言うんで、なんか褒められるようなことをしたっけ っていうジョン様のセリフは、d ルジョ John, do something, になります。ね。英語ではね、愛を補った字幕にはなりますけど、この作品では特有の一人称として自分の名前を補って入れる。ので、実際のセリフにはない、ジョンとか、ケイトとかが字幕にだけ出てきます。細かいですけどね、本当に。重苦しい引きを軽くしてくれるのは、ジョンに任せよう。うん。やっぱりちょっとね、なんだろうっていう不安はありましたけど、まあ、大したことはなかったし、 結構大事なことがね、分かりましたね。普通の人、やばい。万事休すだ。ギガチャード、ジョン。きっと僕は完全に何もなってない努力のおかげでご褒美をもらえるに違いない。笑い。<笑>ギガチャードね。チャールっていうのは、ああ、なんでしょうね。色男かな。うん。すごいモテる男らしい男がチャードです。もういちいち、その、すべてがイケメン。見た目から、 大学から、仕草から、言葉遣いから、返答まで全てがイケメンの、男前の、人がチャーって。ジョン様ぐらいになると、ギガチャーって。<laughs> ジョンはどう見たって、ベストボーイでいるための努力で、ご褒美をもらうよね。まあ、そうっすね。ジョン様はジョン様であるというだけの理由で、ご褒美をもらうに値する。ここ、ジョン様だらけなんですよね。コメント。ジョンはあんなにも馬鹿げた原動力を持っている。彼は毎回貴重な情報に、後ずさりでぶつかったばかりいる。なんてやつだ。 うん。なんかわかる表現ですね。だから目指しててとか探してぶつかるんじゃなくて大事な情報に後ずさりでうっかりつまずいたりとかして発見するっていうね。ジョンは強力なゴールデンレトリーバーエナジーを持っているね。うん。これもたまに聞く言い方だな。ジョンはうまくいけば愚策ではないのまさしく典型例だね。これもよくある定型句かな。very epitom e of it's not done if it works っていうやつです。今から言っておく。 ケイトより先に、ジョンがストロベアラーに選ばれることになろう。ストロベアラーね。ルイズ様目指されないんですね。で、ベンジャミン様は、そうした方がいいと。はあ、ケイト様は目指す。その、コーヒーとか喜びの会とか、を子供の塔に持ち込ませないために。はぁ。あの辺は、面白いですね。<laughs> ストロベアラーね。ジョン様はどうですかね。星付きになりたいですか予言はやめてくれ。そうなったらいいよね。というね。 うん。星付きのジョン様はちょっとね、見てみたいですけど、次回でジョンが褒められて大変なことになりすぎたりしないことを願うよ。どんだけジョン様の元教員だきっと次のエピソードで、バラバラには彼とケイトに浴びせかける賞賛がたっ,たっぷりあるんだな。まあ、ケイト様関係なかったですね。よかったですね。えー、で、アラート・モローツさんの参加証明を授与されるんだ。<laughs> すごいちっちゃいフォントで、もしや館に対する反逆への参加かとかね、全然あったんですよ。 お前何やってんだっつうね。全然そんなんじゃなくてよかったな反逆。トリーズン。うん星空の場面は本当に恐ろしいほど和んだよ。でも、禁止仲間のものとしては、ショーンはおそらく眼鏡なしでは、例えば、星二つ以外何も見えないんじゃないかと言えるかな。ジョン中心のエピソードに万歳。ジェレミープラス、ジェレマイヤの超族的で無表情な感じは、熱血家のジョンとの何とも素晴らしい対比になっている。ミス・マカロンさんは禁止仲間へ。で、それに変身です。デン 私は月は見えるるだけ恵まれてるのか <laughs> でもそれでショーンはメガネが必要なんだと思い出したよ短い描画距離レンダーディス n ンスで歩き回らないといけないのはやってらんないだろうなこのねレン d i ディスタンスっていうのはまあ CGI の世界ではよく聞きますけどどうやらマインクラフトらしいんですよね要はその世界の恥として描かれる距離らしいです <laughs> オリバーはケイトではなくバーバラに興味があるのではという考えが浮かぶ よし、これで解決だ。オリバーは星じゃない。ジョンの思考回路の構造には惚れ惚れしてしまうぜ。すごいっすね、ジョン様の人気。ジョンは、ジョンに、ギガチャドジョン。ジョンは、ジョンは、ジョンはと、すごいな。私はシーズン1でエミリコを嫌っていた角で自分を責めている。私はケイトとエミリコに恋してしまった。私はこの二人のキャラクターが大好きだ。彼女はあざといマスコットではなく、とにかく大胆で、私にとって驚きだったのは、狡猾なんだ。 このエピソードで最高の場面は床に倒れ込むケイトだ。<laughs> あれね、うん、可愛らしかったですけどね。シャローハウスは、細かいんですけど、この人はシャローズハウスじゃないですね。シャローハウスは非常にゆっくりとした導入をしており、例えば、ガー d 第1話では全てが隠されていたように感じるんだ。もしかしたら、 見えていたが最初のエピソードで彼らが持っていたかもしれないヒントの一つたりとも私が単に掴めなかったのか。私が見た時には彼らはただ退屈に過ぎつまらないとだけ見えた。すすの妖精たちが守っているルールはとても面白い。このアニメを一気見しておけばよかったよ。うーん。この辺ですごい人物に対する印象が変わった方がね、いらっしゃいますね。で、変身です。私は最初にシーズン1を見終わった後すぐに見返したが、そうだね。 特に序盤のゆっくりとしたエピソードでは間違いなく多くのことが地味な光景の中に隠されていた。ということはそれはほぼほぼ後から見れば納得するような伏線の類であって次に何が起こるか予測させることを意図した類のものではないと思う。なるほどなるほど。先の展開を予想してごらんというよりは振り返ってみてそういうことかという系統の仕込みとうーん。 ジョンがストロベアラーズの会議室に行くように命じられたのは心配だね。それにしても次回のタイトルは彼らがコーヒー事件の調査を彼にも依頼することになるのかと思わせる。変な状態になっていたメリコはなんだか彼女が洗脳されてる時よりも怖いね。うんうんうん。これ私もね、ちょっと思ったんすよ。で、その、これはケイト様を信じてないから。いろんな主従に操作させて、それぞれから別々に上がってきた、相互に連携していない、 報告を照らし合わせて真相を探ろうとしてるのかなと思ったら全然そんなんじゃなかったですけどね。で、返信で、それとオリバーがいつもより真剣に見える様子ね。うん。あれも心配だったんですよね。ただね、そう、これはやっぱりあって、オリーっていつもあんなんだよ。みたいな。意見もあったんですけど、まあなんか、蓋開けてみたらやっぱりね、あのぐらいで良かったですね。お引かないですよね。わかんないですけど。というディスカッションをされていた皆さんですけど、今回どの辺に 反応大きいですかね。振り返っていきますけど、この日からをもう一回やるんですね。この日、この夜からを。うん。ね、前回では一方その頃、屋上ではでしたし、今回は一方その頃、他の二組は。うん。なるほど、なるほど。久々のルイズ様と、ルーさんの主従ね。ルイズ様って私、すごい不思議というか、捉えどころがない感じがしてんですけど、私だけですかね。 どこまで本心なのか分かんないですよね。いちいち。なんかね、うん。特に他の主従に対して話すこととか、すごく実は計算されてて、まあね、お披露目1位でしたもんね。これは揺るがない事実だから、相当、そういう細かいところまで考えの回る方なのか、かは本当に表面的に拝見できる通り、まあ、天真爛漫だし、自分にすごく自信があって、顔が可愛くて、 で無邪気に思ったことをそのままおっしゃる方なんかなぁなんかね結構気になるんですよねいちいちお振る舞いとか細かく <laughs> 結局あの修練のまで一緒だったね単発でピアスのおかげさまの能力は何だったんだろう <laughs> これなんすかあのルーさんのあざと劇場すか全然いいですけどまあねこちらのご主従は本当に久々ですしルーさんがお好きな方は久々に補給できてよかったっすね <laughs> で無理してるルーさんねはあ。この辺はやっぱりすごくとにかくおかげさま一筋だしそういうところまで隠してまで結構無理されるんですねうん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 やっぱりこの辺はルーさんのああいう忠誠心もそうだしまあこれはルイズ様が本当にルーさんを愛されてるからそれに応えようとされるルーさんのすごく誠実なところですね久々のマリーロズ様ねだいぶお召し物がね すすで汚れてらっしゃいますけど、生き人形いらっしゃらないですからね。まあ本当にいつも通り気策だし、親切に教えてくださるんですけど、やっぱり最後に顔を大事にとおっしゃったのは、ローズマリーさんをああいう過酷な状況に察してるのはご自身という後ろめたさが終わりなんでしょう。ありがとうございました。うん、背格好は本当にね、ちょうどローブ様ぐらいですし、やっぱりあの後頭部の長いやつは合致するよなぁ。 ねえ、でもそれはね、そう、コメントでもいただきましたけど、そうすると、マリー・ローズ様は、声を変える能力があるのかとか、それと、亡霊の核を作る能力と二つお持ちなのかこれは繋がりなさすぎますよね。まだギリね、その、エロロドさんの能力は、音、うん、音響繋が,音繋がり、音繋がり、音楽繋がりとかね、要は波長を操作する。<laughs> 音符のマークは、さすがに全然関係ないですけど、 わかんないですけどね。そうかなぁ。まあ、声を変えるのは、なんか、それこそ、オリバー様の発明でそういうのがあるのかもしれないですから。誰かさんは、その、すす能力でやってるのを、機械でもね、別にできますしね。そうすると、ね、いけるかなーうん、やっぱり、お呼ばれが、大人になるってことなんだ。成人とは違うんだ。お披露目をね、成功お披露目で合格になったら、成人なんでしょそっからまた大人になるのうん、別にいいけどさ。 なんんで2段階あるんだこれあれっすかあのー、お呼ばれすると直後に乗っ取りの儀とかあるんすかわかんないわ。なんかもう一段階大きな変化があるとすれば乗っ取りのことを大人になると完全体になるからかなーなんかそうっぽいっすね。クリストファー様はそれを断ったとか拒否したとかねやっぱりあのー、ご自身で子供たちに語りかけられて 顔が全然ね、何もしてないですもんね。行動自体はすごくもう密着するぐらいくっついて行動されてるんですけど、顔を顔として使ってないかったですもんね。とすると、その、一つになりましょうっていうのを断って、そのためになかあったかうん、なんかそうっぽいな。シャローと顔は別だという感覚ケイト様とか、今回のペイチュニック様とか、あれが本当に館にとっては大きな近畿というか、反乱の、反乱分子の証。 みたいなうん。その辺っぽいな。えー、ベンジャミン様とベンさん。うん。意外でしたね。やっぱあのね、これまでは、このご主従が、ローズご主従の、襟首掴んで、その名前出すんじゃねえみたいな。なんかそんなだったんで、印象相当悪かったですけど、今回で変わりましたね。うーん。やっぱルイーズ様は、わかん,、うん、まだわかんないな、そこ知れないな、この人。本当に、たらたら、天真爛漫に、ご自身で思われた通り 行動されてんのかやっぱりどっか計算して安全圏からはみ出さないようにされてんのかうん。なんかぴょんぴょんされてんのもね。これはこれでなんか、その心理的な、わかんないですけど。<laughs> それは考えすぎかもしんないですけど。効果を狙ってなのかうん。でもね、星付きはなりたくてなるんじゃない。誰かやんないといけないからの類か。星付きは決まるまで、今日の帰りの会は終わりません。みたいな。しゃーねー。みたいな。 誰かやないといけないみたいなか、星付きのそれぞれの皆さんには誰かから継いでるっていう経緯があるんですかね。クリストフラー様から継がれたバラバラ様とかぐらいの理由がないとやらないやりたくない。ね、別になんか特別大きい特権があるわけでもなく責任だけは重く何かあったらあの誰かさんにネジネジ言われるんでしょ確かにね、それ考えるといいことないですね。コーヒーの配給管理 とかそれを廃止できるっていうのはケイト様はね思われてますけど少なくともベンジャミン様はやるもんじゃないぞみたいな、はあ、うん鍛錬ねまあ、皆さんやられた方がいいですよね何があるかわかんないですしで、はあ、ここでやっとねルーさんがためらいがちに認めるんですけど、はあ、これもルイズ様がね本当に大事にされてるんですけどなんかそのルイズ様はどこをご覧になってんですかね その辺もちょっとね、あんなにね、多分誰よりもご自身の顔を自慢にされてるでしょその割にはね、誰でもわかるような、あの、疲労が出ているルーさんの様子に気づかれないうん。言われないとわかんない。これなんかあるかなん。<laughs> で、こちらのね、ペイチュリック様とリッキーさんの主従ですね。うん。いや、リッキー本当にあんた立派だよ。生き人形としては。優秀ですし、計算高いし、とにかく、その、<laughs> どうせケイド様の責任になりますからみたいな。うん。そうなんですけどね。だからそれはちょっとね。あー、利害の一致しないところあるねーっていうね。うん。それはしょうがないですわ。とにかく、ペトリック様のことを第一にしている。そのためには、他の主従は二の次三の次と。うん。正しいわ。生き残りそうだわ。ウィリアム様、ヘンリー様、レベッカ様、シンシャ様。わかんないですけどね。うん。これはやっぱり、全員そうでしょうね。ペトリック様の。まだ名前がよくわかんないんだ。うん。わかんないですよ。こんなにいらっしゃるとはな。<laughs> いや、本当にね、その、出世欲の塊ですからね、リッキーさんは。わかるわ。うん。そういうリッキーさんから見たら、いかに、この、お二組が見下げ果てた連中か、わかる。こいつらと付き合ったっていいことは何もないな。うん。素晴らしいぞ、リッキー。っていうかもう、リッキーがいるから、ペトリック様って、なんかその、危ない目に遭わなそうというか、踏み外さなそうですよね。安全地帯を。いやー、頼もしいわ、これは。だから、ペトリック様は安心ですよね。 ジョン様はね、そんなもん関係なくぶち破っていきそうですけど、ルイズ様はね、あのふわふわした感じは、ちょっと怖いながらも、なんか、すごく正確に一線はみ出してね、感じもするし、まあ、ケイト様はね、その危うさが魅力というか、ハラハラしますけど、うーん。ペイトリック様はすごい。とりあえず、盤石そう。いや、大したもんだわ。よくわかるよな、本当に。あの短い川で。うん。でもわかる。ああやって現状に安住しようとする。で、 暗示を良とする考えを肯定する情報ばかりを取者選択して取り入れようとし、それを他人にも言い、肯定してもらおうとする、あの根性、器の小ささ、うん、大成しないですね。間違いないですね。うーん、これは、ジョン様が怒られた理由は、えー、前回でしたっけナンシーさんがこうこうこうでって、ナンシーさんアンナ様でしたっけどちらかから言われたのが伝わったんでしょうかね。うん、それを、 聞かれたのがオリバー様で、前回ジョン様を呼びに来られたのもオリバー様あ、前々回か。ゴニョゴニョゴニョってね、おっしゃったのは。で、ケイト様がね、またおぶち切れになられた。あの噂を広めたのは本当に良くなかったのか。うん、か、うん。うん、なるほど、なるほど。回り回って、結構大問題になり。で、それが伝わって、ペイトリック様が婚姻ということを考えられるけど、エミリコさんほんとモテモテっすね。 これまで少なくともケイト様、ショーン、ペイトリック様を次々に落としていっている。これはやっぱり、さすがペイトリック様ね。生き人形に恋愛感情あるのか、疑問持たれてましたけど、気になってるんですよ。で、あるんですよ。で、多分、リッキー他の、うん、まあでも、いいんじゃないですか。あんだけ有能だし、いろいろ目端が効くし、計算できるリッキーなんで、自分がルーさんに接近したいという目的のために、ペイトリック様を、 ルイズ様の方に誘導シェイクじゃないのか、お前は。っていうね、感じもありますけど、まあ客観的に見てね、確かにそうなんですよね。ルイズ様が一番 <laughs>、ご本人もね、おっしゃってましたけど、お披露目で一番だった自分を好きにならないなんて。まあだからそうなんですよ。目指すはルイズ様なんですよ。まあそうですね。そう、ペトリック様のエミリコに対する気持ちは大事にしてほしいんですけど、だからといって他の人の恋事の邪魔にはならない方がいいですから、 早い、段階で、ペトリック様には、諦めていただいて、あくまで婚姻というのは政略結婚であって、感情でするんじゃないという、割り切る方向で、はい、考え始めていただいた方がいいですかね。うん。かえって悲劇は防げるかな。うん。エミリコにはショーンがいますからね。ただそうなんですよね。そうすると、ケイト様が寂しいですから。<laughs> まあ、これはエミリコの選択に任せますか。ケイト様か、ショーンか。まあ、そんな先の心配を、今からしてもしょうがないですかね。 で、マーガレット様ね。こわ。最初はなんかね、すごくよくこれでお披露目受かったなというね。やっぱ、ショーリー様を思い出すんですけど、いや、これは違うな。我々の想像するような、これまで見てきたような受かり方じゃないかもしんないっていう、もっと怖い方法で受かってらっしゃるのかもしんないですね。怖いですけど、すっごい大事な情報を分かりましたね。あの双子は、方々で恨みを買っとるんだな。中にはすごい方もいらっしゃるし。 それがちょっと残されていった一輪の花がまた怖いですしね。あの別れ際のまだ会って数分ですよっていうあのすがり方は恐ろしいですし、うん、しょうがないですね。これはペチュリック様がストーカーに狙われる可能性ありますけど、まあその辺はリッキーなんとかさばいてくれ。頼む。この作品でこの種の怖さ。で、シープロウトがあって、これは時間ないですよと。うん。 恨みを買ってるかしんないけど無実は無実ですからでケイト様としてはどのぐらいその無実の,あの懲罰を見過ごせるかどのぐらいこれを解決しなければと急がれるかな早く真犯人を見つけなければとなるでしょうけどね手がかりは今回何かあったかな まあ次回ね、ローブ様の正体ですから、これがさっき申し上げたディレーマの話になるのか、で、コーヒー割りに関しては全然わかんないですよね。どっかで急に、うん、マーガレット様みたいに、恨んでる人がたくさんいて、何人かで協力してコーヒー割りはさしたのかとかね、あの双子を貶めるチャンスよ、みたいな。ので、連絡は回ってか、ぐらいはありますけどね、それ以外わかんないですし、この時間がないという状況で、 次回に突入するのでその辺の予想とか今触れたようなところへの反応が皆さんも大きいですかねなんで次回までの間にまたそういうところをいろいろと拝見してもらって何か面白いことがありましたらお話ししようかなと思ってるところでございますっていうとこですかね今回はそんな感じでチャーローズハウス世界の生存第7話見ていきましたお付き合いいただいた皆さんありがとうございましたまた次回でお会いしたいと思いますそれではまた